こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄史小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはイングランドの劇作家ウィリアム・シェイクスピアのこの言葉、成し遂げんとした志をただ一回の敗北によって捨ててはいけない。やるぞと決意したことも一度でうまくいったり成功することは稀です。まるでやる気根気を試すかのように失敗敗北困難が起こります。ここで諦めてしまうのか再チャレンジするのかが成功するしないの分かれ道。成功をつかむのは能力のあるなしよりも最後まで諦めなかった人。たった一度の失敗敗北で諦めては何をやってもうまくいきません。今日はシェイクスピアの言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。